さんこんにちは、ウプ主のシュラウドです。皆さんこんにちは、アシスタントのシュラミです。今回は前回最後にご紹介した、ライゼン 5 5600G のご紹介になります。あんたいつの間にこんな CPU を。今回はこちらの CPU を、MSI さんよりお借りしたので、いろいろと検証していこうかと思います。ということでこちらのライゼン 5 5600G ですが、今月6日に発売されたばかりの新 APU になります。こちらはライゼン5なんですが、その上位のライゼン 7 5700G っていうのも同時に発売されています。では開封をしながらスペックのご紹介です。せっかくなので同日に発売されたライゼン7と少し比較しながら見ていきましょう。まず世代は第4世代、アーキテクチャは Zen 3となります。4世代なのに Zen 3。ちょっとややこしいんですが、第2世代が Zen プラスと呼ばれる世代なので、数字が一つずれちゃったんですね。続いてソケットは AM4 になります。ただこの AM4 ソケットなんですが、AM4 ソケットのマザーボードは、これだけ種類があるんですが、買ってそのまま使えるのは B550 と X570 だけなんですよね。あとは BIOS アップデート次第で2種類、その他は全く使えません。なので購入の際はお使いのマザーボードの種類を確かめてからのご購入がいいかと思います。続いてコア数ですが、ライゼン7は8コア16スレッド、ライゼン5は6コア12スレッドになります。ベースクロックはライゼン7が 3.8GHz、ライゼン5が 3.9GHz、最大クロックは 4.6GHz と 4.4GHz となっております。ライゼン7の方がベースクロックが低いのね。まあその分コア数が多いですからね。続いて内蔵グラフィックは、あれ、キャッシュは？キャッシュは、キャッシュ自体の説明が複雑なので皆さんで見ておいてください。え、そんなのあり？で、内蔵グラフィックはライゼン7の方がクロックが 100MHz 高いですね。そしてライゼン5000番台は PCIe 4.0 対応が普通なんですが、こちらの G 付きモデルは残念ながら PCIe 3.0 までしか対応していません。TDP は 65W なのでかなり省電力な APU かなと思います。そして8月27日現在の最安値は、ライゼン7が 48,480円でライゼン5が 35,980円となります。このライゼン 5 5600G の値段は、内蔵グラがない 5600X とほとんど値段差がないので、内蔵グラ付きと考えると一番安い5000番台 CPU となります。PCIe 4.0 が使えないんですけどね。ということでスペックはこんな感じになります。そしていつの間にか中身が出ていたので、こちらが中身すべてとなります。一般的な CPU の中身と一緒ですね。ただ、シールはちゃんとラデオンのシールも付属していました。内蔵グラ付きだからついているのね。ですです。それでは早速検証機に取り付けて 5600G の性能を実際に見ていきましょう。シュラララ。まずはマザーボードのご紹介です。マザーボードは MSI の MAGB550M モルタル Wi-Fi になります。こちらは第3、4世代 AMD に対応しており、サイズはマイクロ ATX ですが、メモリは DDR4-4400OCMHz まで対応。PCI Express ×16 も2つ付いており、SATA、M.2 の数も普通に使用するには十分な量となっております。今回の CPU では使用できませんが、PCIe 4.0 にも対応しているので高速転送等も可能です。その他の使用パーツはメモリが 8GB×2、電源は 750W シルバー認証、オープンフレームケースでやっていきます。それではマザーボードに APU を取り付けていきましょう。取り付け方はレバーを上げて、切り込みに合わせて入れるだけです。このマザーボードだと APU のロゴが横向きになるんですね。あとはレバーを下げれば設置完了です。そしたらグリスを塗っていきます。とりあえずのうんこ盛りですね。続いてクーラーを取り付けるんですが、今回は付属のリテールクーラーで検証していきたいと思います。リテールクーラーは新品だとすでにグリスがついているんですが、こちらは冷えないことで有名なので綺麗に掃除をしちゃいます。あとは4本のネジを対角線上に止めて、クーラーの補助電源を取り付けたら、ケーブル類をつなげて完成です。それではスイッチオン。こちらが BIOS 画面となります。CPU の項目にしっかりとライゼン 5 5600G と認識されています。では Windows 上でも確認してみましょう。こちらがタスクマネージャーになります。タスクマネージャーでもしっかりと認識しており、12個のスレッドもきちんと表示されてます。CPU-Z でも確認したんですが、間違いなく 5600G となっております。グラフィックも大丈夫そうですね。ではここからはベンチマーク等をやっていこうと思います。せっかくなので、これらと一緒に比較していこうかと思います。これら。
はい、Ryzen 5 Pro 4650G と Ryzen 5 2400G になります。3000番台の Ryzen 5G を持ってないのが残念ですが、三つどもえでやっていこうかと思います。簡単にそれぞれのスペックのご紹介です。5600G と 4650G は同じグラフィック性能ですが、アーキテクチャが Zen 3となったことで、シングル性能が向上した分、4650G とどのくらいの差が出るのかやってみたいと思います。おお、確かに 4650G との比較は良さそうね。2400G に関しては、マザーボードが違ったりすることもあり、ソフトによっては計測できなかったものもあるのでご了承ください。まあ性能的にもできなかったものは仕方ないわね。それでは行ってみましょう。シュララ。シネベンチ R23? それではやっていきましょう。まずはシネベンチから。この映像は Ryzen 5 5600G となります。メモリは 5600G と 4650G は 16GB の 3200MHz、2400G は 16GB の 2933MHz で行っております。結果はこちら。マルチが 10,281 ポイントでシングルが 1,410 ポイント、室温26度の環境で最高温度が78度でした。リテールクーラーでも意外と使えそうですね。3つで比較してみるとやはり 5600G がスコアが高いですね。クロックも 5600G の方が高いこともありますが、やはり Zen 3になって性能が向上しているんでしょう。次はゲーム系の性能を見ていきましょう。ファンタシースターオンライン2ニュージェネシス。こちらは3画面でお送りします。左から Ryzen 5 5600G、4650G、2400G となっております。設定はフル HD のフルスクリーンで行っております。比較的新しいベンチマークソフトで、結構重いんですよね。FPS を見てもらうとわかるんですが、フレームレートはかなり低いです。結果を見てみましょう。5600G が 4650G に比べて1割ぐらい良いスコアとなりました。上の映像を見てるとあんまり差を感じなかったんですけどね。ファイナルファンタジー14。ファイナルファンタジー14暁のフィナーレもやってみました。設定はフル HD の標準品質デスクトップパソコンになります。5倍速で映像を流しているんですが、5600G と 4650G は見た目に大きな差はありませんが、果たして結果はどうなったのか。やはり 5600G が 4650G より少し高いスコアとなりました。内蔵グラフィック性能が同じなのにスコアに差が出るって面白いですね。確かに。では続いてはゲームそのものをやってみましょう。バロラント。当チャンネル初登場のバロラントです。設定はフル HD のディテールのみ中で、残りは低カオフ設定にしてあります。このゲームは比較的軽い FPS ゲームらしく、試しにやってみたんですが、フレームレートが常に200近くまで出てるんですよね。内蔵グラフィックでもここまでフレームレートが出るのはすごいわね。ですね、ちなみに操作も全然問題なくプレイできました。あ。4650G でもやってみたんですが、フレームレートは 144Hz 以上は出ていますが、先ほどの 5600G と比べるとフレームレートが少し低いかなとは思いました。まあ 144Hz のモニターであれば、どちらでも問題はないんですけどね。では次。フォートナイト。設定はフル HD で、3D 解像度と描写距離はマックス、その他は最低設定で、パフォーマンスモードです。画面左側は 5600G、右側は 4650G となります。高画質ですが、だいたい 100fps 前後で、5600G の方が1割ほど数値が高いみたいです。地上に降りてみたところ FPS が144を超える数値となりました。5600G に関しては200を超えることもあり、かなり性能が良さそうな印象ですね。車に乗って移動もしてみましたが、特にカクつきもなく、結構高いフレームレートが出てるんじゃないでしょうか。戦闘もやってみました。周りに他の人やアイテムとかがあると少しフレームレートが落ちてしまいますが、それでも100前後をキープしている感じです。遊び程度でやる分にはいいんではないでしょうか。では最後にもう一つ。Apex Legends。まずは 5600G の方から。設定はフル HD で、モデルディテールのみ購入してあります。さすがに上空からは少しカクつきもあり、FPS も30前後とかなり低い数値となっています。地上に降りたところ FPS が50前後ぐらいまで行きました。
場所によっては60を超える感じですね。ただ、この後 4650G の映像も出すんですが、4650G はフル HD だとあまりやりたくないなって思えるレベルなんですが、この 5600G は多少カクつきはあるものの、いろいろと試していけば普通にプレイできるんじゃないかと、そんな可能性も感じました。戦闘シーンがあったので少しその様子をご覧ください。あ、こちらは 4650G の映像となります。キャプチャーでもカクついているのがわかるんじゃないでしょうか。 5600G も 4650G も HD 画質にすればそこそこ遊べるとは思いますが、やっぱりやるならフル HD の方がいいですよね。確かに HD 画質で大きなモニターでやると、いろいろと形が見えないものが出てくるわよね。ですね。小さいノートモニターぐらいならいいかもしれませんが、くらえ、カクつきランチャー、やったね。シュララララ。ということで今回は、Ryzen 5 5600G のご紹介でした。今回いろいろと検証してみて、4650G の性能を前から知っていたので正直そこまでかなと思ってはいたんですが、Zen 3となって同じ内蔵グラフィックでもここまで差が出るのかと思いました。確かにベンチマークのスコアとかは1割ぐらいの差だったけど、実際プレイした時の差は感じたよね。ですね。まあゲームをする上で、グラボがあった方がいいのですが、グラボの値段もまだまだ完全には落ち着いてないので。ただ、この内蔵グラフィックでもゲーム自体はできるってことがわかりました。快適に。ってわけではないですけどね。フル HD で APEX とかもできる内蔵グラフィックってすごいわよね。ですね。ということで、ご視聴ありがとうございました。シュラララじゃんけん。じゃんけん。ポン。またね。